ボンボン研究所、あつおちおちです。こんにちは、えっちゃんです。はい、ボンボン研究所、今まで巨大グミをたくさん作ってきたけれど、ああ唯一失敗したものがある。それは巨大コーラグミ。そうだ、巨大でコーラでグミ、ボンボン TV 成功させなくて誰が成功させるのよ。他に誰もいないです。ということで今回はリベンジしていきたいと思います。イエーイ。今回はあの市販のさ、コーラグミってさ、あの半分じゃん。今回私たち作るコーラグミもこれをね、半分に切ってこういう状態で器にして液を流し込んで作っていきたいと思います。なるほど。じゃあ早速やっていきましょう。俺は今日は見てるだけ。ということで早速これは真っ二つにしていきます。はい。こちらね、普通で切るホットカッターみたいなやつで、貯金箱の蓋を取ってほしい。よっしゃい。このね、つなぎ目からね、いくしかないの。まあ、こんなことしてる間に、よっちには、あの、いつものように、はい、コーラのグミの素を用意してもらおうかな。なるほどね、はいはい、オッケー。よっちのお料理コーナー。コーラを、鍋の中に入れてきます。炭酸を抜いていくんやで。炭酸ファイヤー。はい、ということでじゃじゃーん、真っ二つになりました。イエーイ。じゃあね、もうあとはね、グミの液を作っていきたいと思います。もう作ってるよ。この中に普通のコーラを入れてですね、はい、ぬるくするわけです。ぬるくする、器っているか。やってみよう。やってみよう。混ぜて混ぜて、固まっちゃうよ。じゃあそのままちょっとこれは冷ましつつ、はい、プール、氷水を張ったプールを用意します。よし。サイダー。ちょっとね、あの、風邪ひいちゃってマスクしてるけど、あこの部屋もめっちゃ寒いしね。はい、あとはこれが綺麗に外れるかどうか。うわ、あ、ちょっと待って。あ、押さえてで、ひっくり返して、あー完璧。うぅぅぅぅ、綺麗。はい、こんなにうまくできると思わなかったよね。思わなかったわよ。あの、市販のコーラグミそっくりだし、うん、え、てかリアルにコーラ。じゃあ早速食べてみましょう。食べてみましょう。ここら辺食べようかな、はい、あー、マジで綺麗だ。あー、ちょっともったいないから、ちっちゃめにいっとこう。うりゃー、ザクッといったよ、もう。じゃじゃーん、見える？あのね、ちゃんとコーラの色してます。はい、これです。じゃあ、いただきましょう。はい、いただきます。わあ、コーラ。もうね、見たままの味、うん、見たままの味だよね。上はね、サイダー。コーラうまい、やっぱり、うんうん、サイダーの部分はちょっと味薄いかも、うん、うわ、思い切ったね。綺麗だよね。いいね。フォークもね、ちゃんと映ってんの。そうそうそう、ここ、ね、ほら、カメラ、もうほら見えるもんね。ね、すごい。えいっ、ニュートー、ポリーン、ポリーン、綺麗です。プルプルです。うわ、すげえプルプルやん。いただきます。いただきます。パク、おいしい。もうね、うん、コーラはうまいよ。コーラうまいね、うん、はい、ということで、はい、まあ、味もおいしいし、うん、この見た目のクオリティはね、本当にね、今まで作った中でもね、もう5本指に入る。うん、入る、全然入る。3本指、2本指、1番。いやー、1、まあでも1番にふさわしいよね、うん、でも全然。そこもかけずにね、綺麗に取れたから、うまくいったと思います。達成感半端ないです。うん、すごい嬉しい。はい、それではこの動画面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。皆さん、またお会いしましょう。
こちら。